大したことはないけど、大事なファームよ。必要なものならこっちで何か持ってると思う。わかった、見てみよう。それは何より。Thank you.
若いの。お前が誰かは知らないが、私がおかしくなって殺してしまう前に立ち去れ。ちょっと待って、落ち着いて、話がしたいだけだ。なるほど。人造人間と話すために連邦から出てきて、ここへちょうどやってきたわけか。人造人間とは何だ？この辺りのものじゃないのか。そうじゃなきゃちょっと頭が足りないのか。やつら何かの発動条件になるかもしれないから、名前は言わないが、やつらは人を機械と交換する。ただギアとモーターではなく、人工の血液と内臓に。誰でもあり得る。私が知る限り、お前もそうだ。やつらはそろそろ何かの信号を送ると思う。そしてオレンジ色が見えたりしたら、どの道ドカーンだ。完璧なバカがもう一人。さて、ここから立ち去るか、もしくはやつらの操作で私に殺されるのを待つか。まだ何かあるはずだ。どうして自分が人造人間だと思う？いいか若いの、お前はここにいて私と話をするという危険を犯している。だが痛い目見ないとわからないのであれば、娘が亡くなって以来、孫のサミュエルと二人きりだった。ファームの仕事を見つけることができた。老体には応えたが食べていけた。ある夜、私は警備当番だった。私は、いや、銃を膝に座ってお顔を見渡していた。そして寝てしまったと思う。ただぼんやりと次に覚えているのは、銃声に叩き起こされたこと。そしてサミュエルが足元にいて、そこら中血だらけだった。そこに誰か他にいたか？レイダーの可能性は？いや、銃声を聞いて皆飛び出してきたが、私とサミュエル以外を見た者はいない。あの時サミュエルはそこにいて、次の瞬間もう死んでいた。私の手を握っていたあの小さい指、全ては私の責任だ。お前には想像もできないだろうか。妻は殺され、子供は誘拐されたが、無力で防ぐことはできなかった。あんたの気持ちはわかる。あ、私はそんなつもりでは。見つかるといいね。家族はこの世界で唯一価値あるものだ。でも実はサミュエルは私の孫じゃなかったと思う。ただその記憶を植え付けられたんだよ。だって誰が自分の肉親を殺せるかい。さあ、なぜ私がここにいて、なぜお前たちが立ち去らねばならないか分かっただろう。奴らにまた殺しをさせられる前に、私は人造人間で信用できないんだ。気にするな、俺には関係ない。よろしい。さあ、いいから行ってくれ。やあフィリス。ほら、これでなぜ自分が人造に。あんたは人造人間ではない、ただの事故だった。もしそうだとして何だと言うんだ。私には何も残っていない。ミニッツメンは良き人々を必要としている。過去は変えられないが、人を助けることはできるかもしれない。私が何をしたのか知っていて、それでも助けを求めるのかい？わからない。考えさせてくれ。なあ、武器を向けて悪かったね、若いの。お前は正しいと思うよ。過去に折り合いをつけてなければならないし、それから逃げることはできない。
にかく目的のことをして出て行け。それと私のものには触るな。このジャンクを置いて、スペースも無駄だよ。素晴らしい。
さかは。中は進まないよね。そのジャンクを引きずってくつもり？いいね。Thank you.
余計なことしに来たのでなければいいけど。Thank you.
やった。Thank you.
どうも欲しかったんだ。
すみません。困ってるんだ。ミニツメンだ。何をすればいい？タチの悪い奴が、最悪なことに、あそこにある。問題ない。よかった。本当に困ってたんだ。Thank you.